え、なに？え、なんか現れたって。え、犬どっから出てきた？へぇー。まあ、1日目に戻りますか。最初の朝、あと72時間。あと72時間って聞いたらめちゃくちゃ短いな。え、なに？海は正門から出るのが近いわよ。ありがとう、ヒント。海に行くのか。あ、そっか。あ、次、ゾーラか。なんかそんなこと言ったな。大爆弾がないよ。ねえ、ないよ。写し絵の箱もないよ。爆弾もない。うわー、つらい。全部ない。くっそ。待って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 。あ、出そうよ。時の逆さ歌ね。下 A 右、下 A 右。はい。下 A 右、下 A 右。ふぅ。時の流れは今より遅くします。え、これさ、多分大爆弾。え、必要じゃないのかな。え、必要ですよね、きっと。あれじゃない？え、また試験受けんといかん感じ？やだー。やだー。でもとりあえず、試験受けて持っとかんといかんよね。下、左、上、下、左、上。ショートカット作ってくれんかな？一回一回ね。下、左、上、下、左、上。一回一回さ、なんか楽譜、チェックして、きっちり自分で弾かんといかんのめっちゃめんどくさくない？スノーヘッド。スノーヘッドでいいんか。山里。くそー。やめて。その視点やめてくれ。で、スノーヘッドの神殿に来ました。ん？我が亡骸を持つ者よ。はい。我と相まみえし、彼の地に戻れ。何何何、なんか新しい。こんなんあったっけ、ゆか。神殿の、あ、やっぱそういう感じなんね。ボス部屋まで直行や。行きます。またこいつと戦わんといかんのか。うっしゃ、行った。オッケーオッケー。で、あれか、また。また試練か。そう、大爆弾手、え、大爆弾手に入れようと思ったら、これから毎回これ必要ってこと？そんなに大爆弾必要な場所ないよね。はぁ、大爆弾もう買えるやん。なるほど。じゃあ一応春になったし、今後いつでも買えるってことやね、これで。オッケーオッケー。じゃ、進みますか。ここから、あ、出ればいいんか。この先は海の見えるグレートベイです。お気をつけて。あざっす。あ、どうしよう。ロマニー牧場はどうなった？あれ？あ、でもこっちの方向に進んで、こっちの方向に進んで、ワープできる場所ができれば、嬉しいんだけど。いや、モンスター出すぎじゃね。穴があるよ。あ、違う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 。召されないでー。どういう状態？いや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 。はぁ？ふざけてんのかよ。やめてくれよ。え、なにこれ、どうすればいいの？え、なんかできることある？これ、あれか、なにあれ。あ、違う違う。あ、下？
か下っぽい気がするな。一応ちょっと、いや違うな、きっと。うん、絶対違う。潜って下ってことかな。あー、でもそっかそっかそっか、そういうことや。あれだよ、ここ多分ゾーラのとこに行った後やろ。仮面ゲットした後や。多分ゾーラのゲットしたら泳げる時間が長くなるはず。あの呼吸がさ続く時間が長くなるはずやけん。あ、なんでしょう。はい、潮の香りがするからもうすぐ海ね。だけどこんな高い塀があるから先には行けないわよ。せめてあんたが馬でも乗ってたら。あ、ごめん、うるせえ。なるほど、じゃあやっぱロマニエ牧場行くしかないんか。あれ、あれ、開通してないぞ。誰かが悪さしてロマニエ牧場への道塞いちまったんだ。ごめんな、急いでどかすからな。これ大爆弾いるやつや。よし、さあそこを壊すから危ないよ。おじさんどいて。ちゃんとどくんやね、えらい。わあ、オラが壊そうと思ったのに。だっておじさん時間かかるんだもの。あ、そっか。あ、嫌でいろうと思ったけど、思ったより時間かからんかったな。オラは開通すればそれでいいよ。ごめんね、なんか仕事取っちゃって。壊したかったんだね。なんであれ一回目というか前の世界の時にはちゃんと開通しとったんやろ。時間経過でってこと？最終日やったけんもうとくに開通しとるみたいな。エポナですよね、わかってますよ。前の世界で聞いたよ。さあ取り戻そう。え、朝6時まであかんみたいなこと言ったよね。おいおい、え、朝6時まであかんって結構じゃない？お、コッコ小屋朝6時から夜8時までだぜ。だぜ。うわ、ちょうど閉まったとこやん。ね、これよ、これ。これどういう絵なんかいまいちわからんねえけどさ。え、めっちゃジバニャンに見えん？え、何の絵なんやろ。ママムヤンの子、ドッグレース場、朝6時から夜8時までよ。あら、やだ。ドッグレースってことは犬なのか、あれ。何がどう犬なんか全くわからんな。ジバニャンやん。まあでも、ジバニャンより遥か前のゲームですけども。エポナー。エポナー。ね、この姿で言ってもわからんよね。当牧場は朝6時からです。ロマニー牧場。ロマニー牧場はちゃんと真面目っぽい感じだわ。でも、おじさん自身の家は？あ、入れた。全然家じゃなかったわ。割れないんすね。牛かわいい。え、おじさんの家自体もあれか？朝6時まで開かないのか？開けろよ、客人だぞ。え、なに？なに？なんか現れたんですけど。え、なに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 ？怖い怖い怖い。え？え、なに？え、なんか現れたって。え、犬どっから出てきた？えぇ？待って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 。なに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 ？え？あれ、牛小屋じゃない？え？なに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 ？怖い。なに？何が起こってんの？え？爆発したよ。
怖っ。ねえねえ、牛が連れてかれるんですけど。これあれ？なんか外国とかで、外国とかでよく聞くあれ？なんか牛が UFO に連れ去られるみたいな。え、そういう話あるよね、なんか。それ？え、なに？誰？え、あれ？おじさんの娘じゃない？え、連れ？怖い。何が起きたの？いや、なんかね、あいつらが現れる直前ぐらいに、めっちゃなんか、建物の戸がさ、バタンバタンって閉まる感、閉まったり開いたりするような感じの音が聞こえよったんやけど、中から鍵がかかっている。中から鍵がかかっている？どういうこと？え？さっきまで普通に入れたよね。牛小屋やろ？これ。え、ねえ、どういう状態？え、怖い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 。今朝の4時。え？あれってさ、必ず起こるイベント？でも多分普通にさ、朝の6時にやってきとったら、起こらんイベントじゃない？朝の3時になって急になんか現れたよね。え、なんかめちゃくちゃさ、後からアスムにカットしてもらおうって思って、動画回したまんま、時間経過待ちよったんやけどさ、急激になんか始まってビビったんやけど何？え？あと1時間。あれ、やっつけとったら追い払えたんかな？次の日の朝、あと48時間。一部始終を目的、一部始終を見てしまった。とりあえず、時の流れを遅くしよう。あの女の子が無事な世界線もあったんじゃないだろうか。まだ閉まっとんかな。あ、開いてる。あれ？何？怖い。いる？え？え？牛はいなくなってる。女の子はいる。あれ？連れ去られてはないってこと？女の子は。一旦持ち上げられて落ちた？待って、ゴロンじゃあれやな。人間になっとこう。え？ごめん。今、ちょっと考え事してて。お姉さん？妹がね。どうしよう、大事な牛たちが。こんなことだったらあの時ロマニーの言うことを。牧場の当主クリミアさん、団員手帳に書き込んだ。めっちゃそっくりだな。いや、てか大事な牛より妹だろ。あれかな？え？でもどうやろう。夜通しあそこにおらんかったら、あのシーンを目撃することなく、もしかしたら口頭だけでの説明になっとった可能性はあるってことかな。なんか妹が連れ去られ、いなくなったの。っていう説明だけあって、どういう状況かは、なんかリアルタイムで待っとかんとわからんみたいな。どうやろう。なんかありそうじゃない？え、ロマニーさんいなくない？え？外かな、普通に。いつ出てきたんだ？まあ、とりあえず出ますか。ロマニーさんどこ？どこだろうか。ん？あそこなんかおる？
あ、おるおるおる。ロマニーさんってこんな感じやったっけ？なんかもっと、あれ？絶対違うよね。もっと普通の人やった気がするんよ、こんなんじゃなくて。俺、じいちゃんに聞いたよ。月が落っこちるんだって？え？孫？どうした？あんなにでっけえんだ。この牧場もダメだろうな。はぁ、まあいいや。よくないよ。俺の心残りは、こいつらがコッコになった晴れ姿が見れねえことかな。コッコ大好きなでくろさん、LINE手帳に書き込んだ。いい人そう。いやもうなんか、説明と名前はすごくいい人そうだわ。ねえ、ロマニーさんはどこにいるんすか？こっちかな？こっちなんかマダムヤンみたいなこと書いてなかった？奥さんってことかな？ドッグレース場。マジロマニーさんだけおらんやん。なあにあなた、こんな天気に。ここは、マダムじゃなかった。ママムやった。何それ。ママムヤンのドッグレース場よ。まあ、レースを楽しむ以外は何もすることがない場所だけど。あなた、ドッグレースをしたいの？だけど、レースの掛け金は最低10ルピーからよ。いや、いいです、いいです。あら、そう。ロマニーさんの場所を教えていただけません？なんでこんな、きっちりロマニーさんだけいないの？ん？あれ、なんかおるな。あれ、さっきのお姉さんじゃない？あれ。なんか弓矢持ってるよ、この子。え？どこに向かいよんやろ。ついていってみる？これ絶対妹よね。え、なんかさらわれて中身入れ替わってきた？なんか特に会話できそうな感じじゃないし、弓矢持っとるし、なんか牧場の動物殺しに来たんやない？大丈夫？ねえねえ、お姉さん、妹いるよ、ここに。え？あっちの方に向かいよるな、小屋の方に。ねえ。なんかめっちゃ不気味じゃない？何なんだろうか。え、そっちじゃないよ。え、ねえねえねえ、お姉さん、お姉さん。ねえ、妹さんいるけど。ねえ。こんなことだったらあの時。どうしたの？え？ねえ、妹いるよ。あれ、いなくなった。え？もしかしてまたいるなあ、あそこに。なあなの？永遠にさまよってんの？あの子は。え？大丈夫なのか？ねえ、ロマニーさんいないんだけど。ねえ、ロマニーさーん。え？どうしていないの？え、マジでおらんよね。これ姉妹の部屋ってことやる、きっと。え？なんだ？なぜいないんだ？え、絶対ゆっくりゆっくり家に帰ってくんやと思ったのに。なんかずっとさまよってそうだな。ねえ、多分ずっとさまよっとるよね、あの子。またなんかどこ行ったかわからんくなったけど。あ、おった、あそこに。傲慢兄弟はいるな。あ、旦那、へへ、何かご用で。ここは私たち傲慢兄弟の馬の調教場でして、馬がないと、いや、怒らないで、別に馬がいなくても見学ならどうぞご自由に。ここだけの話、馬なら隣にロマニー牧場にたくさんいるんですよ。一匹しかおらんかったよ。
若い娘がやっているんで、一頭ぐらい盗んでもお借りしませんぜ。いや、ダメだよ。でもあれだな、態度が別に傲慢じゃないな。ゴロンだからか。なんだお前は、急に変わった。ここが何か知ってるのか。俺たち傲慢兄弟の馬の調教場だぜ。馬がなけりゃ用のないところだ。とっとと帰りな。うわー、なるほど。自分より強そうな奴にはヘコヘコするんだな。お前、新鮮なミルク買わねえか。ここだけの話、隣のロマニー牧場のミルクは実はかなり薄めてあって飲めたもんじゃないぜ。うちのはそんなことしないから、いつも新鮮で栄養満点。これほんと特別に安くするからどうだ。いいよ、いらないよ。あ、そう、こんな上質なミルク街で買ったら倍の値段をするよ。これほんと。もう一回話しかけてみよう。ミルク買うか。うちのはロマニー牧場のと違って新鮮で栄養満点。これほんと。お、こっちは態度変わらないな。いや、でもそういう人の方がいいよ。態度変わられるの嫌だよ。ロマニーさんいないな。あの牛のさらわれたのがなんか関係あるのかな。よし、じゃああれだな、どうせまだ2日目やろ。で、大してそんなに進んでないんで、また1日目の朝に戻って、大爆弾がまたいるんか。まあ、50ルピーぐらいサクッと集めて、剣があれば大丈夫なはず。で、大爆弾ゲットして、またロマニー牧場に来よう。あの時間じゃないとないんかな。てか、ま、速攻でロマニー牧場に来て、まずちゃんと話を聞こう。多分ロマニー牧場、深夜におらんかったらあの事件は一応起こらんのかな。うん。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあどうなるかわからんけど、一応ね、多分次回はサクッと進めるはずね。けんそれで一旦1日目に戻って、とお金集めて爆弾ゲットして、ロマニー牧場であの事件が起こらんように、とりあえず頑張ってみよっか。防げるんかどうかわからんけど。